皆さんこんにちは。主人公の名前を毎回ミツハと間違ってしまうメイドのリコです。ポーション頼みで生き延びます。4話、前回は国外逃亡をした主人公が住み込みバイトをし始めて、裏でこっそり女神の目なる信仰宗教を立ち上げました。今回は勢力拡大に向けて動くんでしょうかね。そもそもなんでそんなことをしているのかっていう説明でしょうか。どうなるのか見ていきましょう。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それでは、ポーション頼み4話のあらすじはこちらです。女神の目の血清秘話が明かされた。女神の目も結構市民に浸透してきたし、そろそろ勝負に出よっかな。工房にいた貴族の三男坊にお願いされパーティーへ出向くことになった主人公は、一発かまそうと囚人監視のもとポーションを生成し、怪我をして足が動かなくなった護衛を治療した。そのことが即王室や教会にバレてしまい、翌日には召集命令が下ってしまった。しかし、王城へは行かない、誰の命令も聞かず自分の意志で生きると女神に誓い、これを拒否。教会も同様。邪剣大広間で三者面談を開きましょうね。女神の友人であると理解され、過度な干渉をしようものなら神罰を下すと脅しをかける。やったぜ、これで私は自由だ。何をしたいんだ作者様。髪も目も色を変えてるのに即バレしてたら変装の意味ないやろ。というか仮面を簡単に外すな。何の意味があるんだよ。前回いきなり路上で立ち止まってバリバリにポーズ決めておいて、女神の目って名前恥ずかしいからやめないって何言ってるんだとかとか、細かいことは置いといて。財布をすった少年の話がここで挟まってきましたが、全く前回のいらなかったよね。あんな意味不明な構成にする必要がまるでなかった。構成作家どうなってるの？で、主人公は逃げられないよって言ってたから。中に手を入れたら動けなくなるとか、擦った場所まで戻ってくるとかの薬が塗られているのかと思えば手が炎症するって。アホなのか？逃げられるじゃん。そんなことも置いといて。まず、タイトルの、反撃しますって何？見る限り、自分から問題を起こして火をくべて炎上させ、燃やした人たちを氷漬けにしました、みたいな感じだったんですけど。一体どこに反撃要素があったんですかね？そろそろ勝負に出る頃かもね。って言ってるんだよ。自分から喧嘩ふっかけに行く気満々じゃん。もうこれわかんないな。どういう結果にしたかったのかっていうのはなんとなくわかる。信仰宗教を自由にやれる環境が欲しかったんでしょう。と思うんですが、喋り方的にそれが主題ではなく、王室も教会も自分に手を出せなくさせるためだったようです。じゃあなんでその信仰宗教をわざわざ立ち上げたのかってことだし、なんでそんな目をつけられるようなことを自分からしておいて自由に生きたいとかほざいてるんだと。確かに、国王と司教を一堂に会させて自分は女神だよ、セレスの友人だよってパフォーマンスをして認めさせるっていうのは良いですよ。ここ一神教のはずなのに別の神なんて信じるのかって話ですけれど。国も教会も不干渉な立場を手に入れたぞやったーっていうのはいいんだけど。なんでそんなことをしないといけないの？何か権力を持たないといけない使命でもあるの？ことあるごとに、女神の祝福を、って言っといて自分は女神の使いっ走りじゃないとかも意味わかんなかったし。女神にたたっといて、素直に従ってホイホイ能力を授けた相手に対して、一個人の運命に介入するような殊勝な女神じゃないってなんで判断できるの？あんな短い時間で知ったような口を聞いているのも不気味だし。暗に、自分は女神に寵愛されている特別な人間ですって言っているのがもう。何から何までキモいしダバいし、主人公様の思惑通りになぜか進むし、常時人間を見下してるし、どう生きてきたらこんな人間が形成されるのよ。ごめんなさい、理解を超えすぎててもう私にはここはこうだよね、おかしいよねとか言えない。まあこれ私の感想だから、レビューじゃないからっていう言い訳を場に伏せてターンエンド。
エンド終了時に王城へ行った時の話をしましょうか。ここも前回とほぼ同じなんだけどさ、王城に呼ばれたんだったらそれなりの格好して行くだろうが、招待状もあるやろがい。前日綺麗な衣装や装飾に身を包んでたけど、私は平民だから TPO をわきまえず平民の格好をして平民の門へ行って招待状は出しません。そこで嫌なことされたので女神に誓って王城へは入らないし、権力者の命令にも従いません。この国では私の意思でのみ行動します。女神に誓ったのでこれは誰にも侵害されない絶対の制約なんです。って舐めてんのか、としか。これ記憶正しい門番だったらどうしてたんだろ。拒否できないじゃんか。主人公様に都合のいいことしか起きないお薬飲んでるのならその描写を入れなさいよ。国王も国王で女神様に誓ったんか、こな命令できんな、困ったな。この国壊れちゃう。女神の誓いが最優先されるんだったら全国民は税金を払わない、国王や貴族の命令なんて聞かないって言ったら国として成り立たないでしょうが、誓いってのは自分と女神との間で結んだ制約であって他人は関係ないでしょうが。誓ったんだね。でも命令に従わなかったら極刑だから。で終わりじゃん。それに誰かが主人公を絶対謁見させるっていう誓いを立てたら両者の誓いが相殺されるんじゃないの。どちらも最優先されてイーブンになるんだったらそれはないのと同じじゃん。みんなバカなの、頭悪いの、作者様はマジで何考えてるの、何も考えてないの。ということでターンエンドです。お次は皆さんのターンです。できればどこらあたりが良かったとか魅力的だったとか教えてもらえると嬉しいですね。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。